私昨日ですね、一日ルーティーンの動画を投稿させていただいたんですね。視聴してくださった皆様ありがとうございますっていう感じなんですけど、本当であれば、動画、今日投稿する予定でした。いや、マジ間違えたんすよ。動画はですね、月曜日に撮影しておりまして、で、火曜日に編集したんですよ。で、YouTube って予約投稿っていう機能があったんで、火曜日の時点で、木曜日に、投稿されるように設定していたつもりだったんですけども、一日間違えてたんでしょうね。昨日投稿されてしまったっていうところで、で、これで何が起こるかっていうと、私のスケジュールがですね、狂ったっていう話で、本来であれば、今日ですね、一日ルーティーンの動画が投稿される予定やったんで、今日、明日分の動画を作成いたしまして、まあ、それもね、予約しておいて、で、明日ちょっと私夜予定あるんで、撮影できないんですよ。っていうところで、その毎日投稿ですね、維持しようかなって思ったんですけど、木曜日の動画が水曜日に投稿されたことによって、木曜日の動画を今日撮影しなければいけなくなったっていうところで、私今から2本撮りでございます。はい、終わりでーす。いや、マジで今日私仕事遅番だったんですよ。だから帰ってくるの遅かったんですよね。っていうのもありながら今から2本撮って、で、ショート動画もね、私撮りたいなと思ってるから、ショートも撮って、いや、まあ3本ですね。3本撮影して編集してっていうことを今からやらないといけないっていうところですね。もうスパスパやっていきます。はい。もうスパスパやっていくというところで、よろしくお願いいたしますっていうところで、ね、前置きがね、めちゃくちゃ長くなりましたけども、今からお話しさせていただくのは、推しの子というところでね、最新話視聴させていただきましたけれども、もう面白すぎましたね。もう安定感が素晴らしい。推しの子は、もう毎回毎回おもろいなと思いながら視聴していましたし、まあ私、毎週ですね、一週間の中で面白かった作品のランキングをね、投稿させていただいておりまして、先週のランキングに関しましては推しの子1位にさせていただいたんですけども、なんなら、次回の、1週間ランキングもワンチャン推しの子1位でさせます。いや、もうそれぐらい面白かった。前回よりも推しの子めちゃくちゃ面白かったんで、いや、もう感情がね、はい、動かされまくったわけでございますけれども、冒頭から振り返っていきたいなと思うんですが、まあ前回の地続きでしたね、アビコ先生の話が描かれたっていうところで、まあ前回アビコ先生はですね、吉祥寺先生と、まあ1対1で本音をぶつけ合うことができたことによってですね、気づきを得たという、ところで、まあアクアからですね、舞台のチケットもらってたんですけども、あれを見に行きますよっていうところで前回終わったんですね。で、今回ね、見に行ったっていうところで、まあ、現代の舞台がどんな感じなのかっていうところを、まあ、肌で感じることができまして、で、結局ですね、ゴア先生ですね、東京ブレードの舞台の脚本を担当されている方なんですけども、ゴア先生と、まあ、リモートという形でね、ぶつかり合うことによって、丸く収まりましたよっていう、この結末に関しましては、私結構あっさり終わったなっていう印象はあったんですけど、まあ、そのあっさりの中にも非常に面白い部分あったなっていうところで、まあ、2点お話しさせていただきたいなって思うんですけど、まず1点目ですね。まあ、前回なんですけども、吉祥寺先生はですね、その京アマの実写化においてですね、あれやってよかったって言ってたんですね。で、そのやってよかったって言った時に何が映ってたかっていうと、有馬からの素晴らしい涙の演技、あれが映っていたわけでございます。で、今回もですね、有馬からの涙のね、シーンが映ったかと思っていて、その時、まあ、吉祥寺先生が何言ってたかっていうと、メディアミックスっていうのは一人ではできないんですよ、と、みんなで作るもんなんですよ、みたいなことをね、言ってたんですけども、やっぱその言葉がですね、アビコ先生に、まあ、かなり刺さったというかですね、感情動かされたんだろうなっていうところは、画面からしっかりと伝わっていたんじゃないかなと思っていて、その有馬からの演技を見て、アビコ先生も何か思うことがあるというか、心に刺さるものってあったんだろうなっていうのは、前回でも描かれていたことであったんですけども、今回はですね、その有馬からの、涙の演技ですね、あのシーンから、アビコ先生にですね、映っていくっていう、しかも、有馬かなをアビコ先生に重ねるというような方法でシーンが移り変わっていったんですね。で、これによって何が起こったかっていうと、有馬からの涙が、アビコ先生の涙と重なるっていうような見え方になったんですよ。アビコ先生実際泣いてはいなかったんですけど、絵的にはですね、有馬からの涙がアビコ先生の涙のように見えてるっていうところで、吉祥寺先生の言葉っていうのが、アビコ先生にもしっかりと刺さってる、伝わっているんだろうなっていうところが、分かってくるという、この見せ方、非常に面白かったなと思った次第でございました。ほんで2点目なんですけども、今回ですね、アビコ先生とゴア先生がですね、まあ、リモートで会議してましたけども、めちゃくちゃ意気投
遭遇していたと思うんですよね。アビコ先生もですね、いやあんた分かってるやんとね、あんなブチ切れた時はお前何も分かってないやんけって言ってたにもかかわらず、今回はめっちゃゴア先生のことを認めていた。これっていうのはしっかりとですね、前振りがあったなっていうところを感じておりまして、2話前になると思うんですけれども、まあ伝言ゲームの回ですよね。原作者さんから、脚本家のもとでですね、その意見が届くまでにもう何人もの人が挟まってるんで、たどり着く間にですね、意見が変わってくるみたいな説明があったかと思っていて、まああの時はですね、アビコ先生はセリフをカットしてほしいと、その方がエモいからっていうのをまあ最初言ってたんですけども、ゴア先生の元にたどり着く頃にはですね、セリフ増やしてほしいっていう真逆の、指示になってたんですよね。で、この時にゴア先生何言ってたかっていうと、セリフ増やすのと、これ絶対減らした方がエモいのになってって言ってたわけですよ。もうこの段階からアビコ先生とゴア先生の考え方って一緒なんだなっていうところはしっかりと描かれていたんで、二人の意見が重なるっていうのも妥当だなっていうところで、まあしっかりと前振りがあった中でアビコ先生とゴア先生がまあビジネス上ではありますけれども意気投合したっていう、まあここは非常に素晴らしかったんじゃないかなと思ったっていうところで、めちゃくちゃあっさりしてはいましたけれども面白い部分も多かったなと思った次第でございました。ほんで今回の見せ場、アクアのトラウマというところで、もうすっかり忘れてました。もうその時人類は思い出したレベルで、あ、マジで忘れていたんですけど、最近はね、なんか、アイドル活動頑張りますよとか、ね、舞台頑張りますよみたいな、結構芸能界側をね、描いていることが多かったもんですから、いや、そういえば、推しの子って、アクアの復讐劇だったと思って、はっと、思い出した次第なんですけども、今回ですね、まあその、アクアの演技がなかなかうまくいかないと、感情演技ができないっていうところが、指摘されたんですよね。まあこれはもう視聴者は分かってると思います。ずっとアクアは感情を殺して生きてるわけですから、そんな人間が感情演技するってなったら、まあなかなか難しいと思うんですよね。そんなアクアに対して、まあアドバイスをしたのが有馬かなだったわけでございますけれども、この有馬かなが地雷を踏み抜きました。よいしょ。もうね、アクアにとって一番踏んじゃいけない地雷を踏み倒してしまったっていうところで、まあどうやったらそういう感情演技ができるのかと、泣く演技できるのかっていうところを、まあ有馬かなにね、アクアは質問していったんですけども、子役はどうしてるかっていうと、親が死んだって考えると、まあそのネガティブなだけじゃなくて、その後に楽しいことを考えることによって泣けるみたいな感情演技できるみたいな、つながりではあったんですけども、アクアにとって親が死ぬっていうことを言っちゃいけないんですね。まあ有馬かな知らんから、しゃあないんですけども、一番言っちゃいけないセリフを有馬かながですね、言い放ちましたので、もうゾワッと、した次第でしたね。で、ここやっぱ面白いのは、今回アクアに対しては、マイナスの形で感情を動かしたんですよね。有馬かなっていうのは。なんですけど、アビコ先生の時は、プラスの意味で感情を動かしてたっていうところで、この1話の間で有馬かなって、二人の感情を動かしてはいるんですけども、動かし方がもう真逆に進んじゃったっていうところ、非常に面白かったなぁと思った次第ですね。まあそんなアクアはですね、やっぱトラウマを思い出していくというところで、私今までですね、このアクアが感情を押し殺してるのはですね、やっぱ復讐のために無理やりやってんのかなって、意識的にやってんのかなって思ったんですけども、まあそうじゃなかったんだなっていうところで、その復讐心があるがゆえに、ほんまは人生楽しみたいっていう思いあるんですけども、押し殺されてるっていうね、自分に殺されてるんだっていうところを、感じまして、ちょっとアクアの見方が変わったかなと思った次第ですし、まあそういえば、アクアが楽しそうにしてる姿ってあんまないわと思って、まあ今回ですね、アクアが楽しい瞬間って何やったやろうと思って、こう人生を振り返っていたわけですけれども、まあ結局ね、ルビーのアイドルとしての姿がね、思い浮かんだわけでございますけれども、まあでも、そんな楽しそうな瞬間ないなと思って。まあ、確かにその、一期の最終回の、まあ、現場でですね、アクアが、ま、サイリウム振り回してるところなんかですね、楽しそうやったかもわかりませんけども、パッと思い浮かばないというかね、まあ、そういう作りにしていたんでしょうけれども、そういう作りにしていた推しの子のうまさっていうところも、まあ、同時に感じたのかなという、ところですね。まあそんなアクアはですね、もうトラウマによってですね、もう体調が崩れてしまいましたから、小道寺監督のもとにね、行くわけでございますけども、まあ一応彼女であるね、黒川茜もついていくっていうところで、まあなんとなく真相を、監督さんから教えてもらうんですよね。昔とんでもない事件に、巻き込まれてしまったんで、トラウマがありますよと。で、以前も、まあ同じようなこと起こったんですよっていうところを黒川茜は知っていくわけでございますけども、この黒川茜はですね、余白を埋めるのがめちゃくちゃうまいですね。
考察中っていうところで、まあ、今回の東京ブレイドの舞台もですね、もう余白だらけなんですよね。役者の演技であったり、まあ、演出っていうところで、余白を埋めていこうというような、舞台になっているわけでございますけども、そこに対して、もうやりごたえあるわと、考察のしがいあるで、言うて、黒川茜はですね、めっちゃ燃えてたわけでございますけども、この考察が得意っていうところが、最後の最後のシーンにしっかりと繋がってくるっていうところで、まあ、その小道寺監督のね、言葉を聞いて、まあ、アッカーの元へ行くわけですけども、そこでですね、アクアが愛ってつぶやくのを聞くんですね。で、この愛ってつぶやいただけでですね、もう黒川茜はめちゃくちゃ考察するっていう話で、まあ以前もですね、星の愛を、まあ、徹底的に研究をして考察をしていたっていうね、そういう経験もあるからこそなんでしょうけれども、いろんなものが自分の中でビューンって繋がっていくんですね。これワンチャン、アクアって星の愛の息子なんちゃうかと。隠し子なんちゃうかっていうところを繋げていくっていうね。で、もう自分が隠し子って言っちゃってるわけですよ。アクアに対してね。リアリティショーの時なんですけど。まあ、そのことも思い出すわけですよ。で、小道寺監督がですね、以前もこんなことあったって言ってたわけですから、黒川茜がアクアに伝えた時、ワンチャンアクアって今みたいな状態になっていた可能性もあるんですよね。まあ、それを黒川茜は考えていったと思いますので、黒川茜はですね、アクアに抱きつきまして、まあ、何があってもアクア君の味方だからね、って言ってくっていう。で、あん時の黒川茜。まあ、またですね、星の愛モードになってるわけですよ。メガネ星になってるっていうところで、まあ、星の愛モードになってるんですけど、あれが感情演技なんだろうなっていうところですよね。まあ、今回のサブタイが感情演技であって、で、アクアは感情演技ができませんよと。有馬香奈から感情演技を教わるっていうようなシーンもありましたけれども、最後のシーンの黒川茜。あれこそが感情演技なんだっていう。ところで、もうしっかりと、サブタイを回収していく最後のシーン、素晴らしかったなと思った次第でございました。めちゃくちゃ面白かったですっていうところで、以上で感想終わるんですけれども、正直今回のコメント欄はですね、推しの子の、コメントとかいりません。何が欲しいかって言いますと、私ですね、実は、職場にですね、気になってる子いるんですね。まあ、この方はですね、部署違うんで、全く会話してないですよ。ほんまに挨拶だけ。すれ違った時に、まあ、お疲れ様でーすとか、ね、そんなんだけなんですけれども、もう、無理やんと思って。このまんまやったら、もう状況変わらんぞと思って、私、明日ですね、ご飯誘おうと思います。お願いします。はい、ご飯誘います。まずは、ね、もういきなりですけどと、お付き合いされてる方いますかと、で、まあ、そこでいますってやったらもう引きますけど、ね、私ちょっとそういう略奪とか嫌なんで、引きますけども、もしいないって言われたら、もう、ね、もういきなりで申し訳ないですけどと、ね、ずっと前から気になってました。一回でいいんでご飯行ってください、みたいなこと言うんだ、明日マジで。明日マジで言ってくるので、それに対してですね、思うことございましたらコメント欄で感想を教えてください。チャンネル登録するかとかお任せするんですけど、おそらくはどっかにあると思うんで、あと1分ぐらい視聴していただくと幸いです。ハッピーだけみんな届け。